はい、改めまして皆さん、本日ありがとうございます。今からシビックテックライブ自分ごとプラネット編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日の司会進行を務めさせていただきます Code for Japan スタッフの久保地と申します。よろしくお願いします。とはい、Code for Japan でエンジニアをしておりますアッキーです。よろしくお願いします。同じく Code for Japan でエンジニアをしています。ぐっちと言います。よろしくお願いします。はい、本日はこの3名でやっていきたいと思います。はい、今回の Civic Tech Live なんですけれども、4月の22日がですね、アースデーということもあり、Code for Japan が環境関連で行っているプロジェクトの自分ごとプラネットについて紹介いたします。アッキーとフクッチはですね、実際にこのプロジェクトに関わっているメンバーで、ぜひこの機会に気になることがあれば、いろいろ質問していただければなと思います。はい、今回のアジェンダです。こんな感じで進めていければなと思います。最初にオープニングをやりまして、でその後に Code for Japan について説明して、でその後、自分ごとプラネットの、説明をして、質疑応答と最後はクロージングで終わりたいなと思います。まず最初、オープニングですね。ちょっといくつかあるんですけれども、一つずつ進めていければと思います。まず最初、コードオブコンダクトについてです。聞き慣れてない方もいるかもしれないんですけれども、このコミュニティの中での行動について守ってほしいルールをみんなで作ったものです。 Code for Japan のイベントは、参加者の皆さんとスタッフの私たちみんなで作っていくものなので、一緒にこの行動規約を守りながら進めていければなと思っております。GitHub のリンクに全文は書いてあるので、もしご興味ある方はご確認をお願いします。また何か質問とか困ったことがあれば、いつでも連絡いただければなと思います。ちょっと簡単にですね、いくつか概要をピックアップすると、このようなことが行動規約には書いてあります。敬意を払いましょう。価値を認めましょう。意見を聞きましょう。対話をしましょう。言動に責任が伴いますです。これですね、別に発言することに消極的になっていただきたいわけではなくて、より良いコミュニティ作りのために、これらを意識しながら積極的に発言やアクションを取っていただけると嬉しいです。続いて、プライバシーポリシーについてです。プライバシーポリシーについては、ご覧の QR コードからぜひご確認いただければと思います。イベントによってはですね、イベント中の風景を撮影したりとか、集合写真を撮る場合もありますので、もし自分の本名の名前を表示したくないとか、集合写真にお顔が写りたくないとかありましたら、ぜひ Zoom の表示名にハンドルネームを使っていただいたり、あとアバター加工とかも Zoom できるかなと思うので、工夫をお願いします。続いて、アクセシビリティに関しましては、現在 UD トークというアプリを使って文字起こしをして聴覚情報を可視化しております。ぜひですね、スマートフォンのアプリやウェブブラウザでこの日本語字幕と自動翻訳の字幕を見ることができますので、QR コードを読み取っていただいてご利用いただければなと思います。はい、じゃあ早速ですね、今からアイスブレイクをやっていきたいなと思うんですけれども、今回初めての参加の方もいらっしゃるかなと思うので、3キーワード自己紹介っていうのを行っていければと思います。 Code for Japan のイベントではよく使うアイスブレイクなんですけれども、自分を表す3つのキーワードでプチ自己紹介をしていければと思います。ぜひですね、カメラのオンにできる方はオンにしていただいて、オフのままでも大丈夫ですので、もしお話が可能な方はぜひぜひ一緒に自己紹介をしていければと思うので、今からチャットにですね、こちらのスプレッドシートのリンクをお送りするので、ぜひ書きながら、書き終わったら全員でちょっと順番に自己紹介をしていければなと思います。よいしょ、今チャットに送ります。こんな感じのスプシのリンクが出てくるかなと思うので、ぜひ皆さんが今いる場所と呼び名と何回目の参加かっていうのと3キーワードを書いていただければと思います。
一旦ある程度皆さん書けたかなと思うので、もしまだ書けてない方は聞きながらで大丈夫なので、書いていただければなと思います。まず最初に私から自己紹介します。今いる場所は東京なんですが、本来、普段は静岡にいます。久保地と申します。コードフォージャパンのイベントは、なんと今日が2回目です。3キーワードは、まず1つ目はインクルーシブ教育。と2つ目が子供のプログラミング教育と3つ目が最近突然好きになったパクチーです。よろしくお願いします。続いて、まみさださん、お願いします。続いて中野さんお願いします。はい、音声聞こえますか？あ、はい、聞こえます。ありがとうございます。すみません、なんかインクルーシブ教育って言われた後に言うのがちょっとなんやねんお前と思われますけどクラフトビールが好きなのと、あとは最近ちょっとタブローを始めてダッシュボードとは何ぞやっていうのを勉強中ということと、あとはお散歩が好きですみたいな感じです。ありがとうございます。続いてアキお願いします。はい。大阪、普段は大阪にいます。アキーです。イベントは6回から10回ですね。ソーシャルハックデーとかも含め、いろいろ参加しています。ツリーキーワードは Web、レシリウム、医療 IT です。よろしくお願いします。はい。お願いします。続いて、サッスーですかね。お願いします。はい。サッスーと申します。音声聞こえてますか？はい。聞こえてます。あ、ありがとうございます。現職が、まあ、ソーシャルセクターで行政向けのプロジェクトみたいなのをやっていて、もともとは SIR で行政のプロジェクトに携わってました。で、サウナとが好きで趣味がよさこいっていうちょっと踊りをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてミサットさんお願いします。ミサットさんお話できますか？すいません、聞こえますかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。ちょっと都市まちづくり絡みで初めて知ったので、ちょっとまずは覗かせていただきたいなと思って、参加してます。合意形成の手法とか、どうやったらシビックテックでできるのかなっていうのに興味があります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福地お願いします。はい、ありがとうございます。普段は東京に住んでいます。グッチです。コードフォージャパンのイベント自体は多分ちょうど5から6回目ぐらいかなと、ちょうどでもないですけども、ね、ぐらいです。3キーワードが、日本酒とウェブフロントエンドと猫って感じで、日本酒好きで、まあフロントエンド領域のウェブエンジニアをやっています。今年から猫を飼い始めたのでキーワードに入れさせていただきました。はい、よろしくお願いします。します。でこじこじお願いします。はい、大阪に住んでいます。こじこじと言います。現在学生なんですけど、将来シビックテックみたいなことに興味があって今回参加させていただいてます。学外でガイドヘルパーをしていて、学内ではデザインとか情報技術とかを扱ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後のんたんお願いします。はい、のんたんです。3キーワードはフィグマ、ミスとコーヒーです。今日は千葉からで、私はちょっと回数が結構大きいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こんな感じでアイスブレイクしました。できました。ちょっと聞く初めての方も多いかなと思うんですけれども、ぜひぜひコードフォージャパンについて知っていただければなと思います。続いて、はい、じゃあ続いてですね、コードフォーコミュニティについての説明に入りたいと思います。最初にシビックテックとはみたいなところから説明させていただいて、コードフォージャパンについてですねを紹介していきます。はい、まず最初にこのシビックテックとはっていうようなところなんですけど、シビックテックとはシビックですね、市民がテック技術を使って自分たちが暮らしている街の困りごとを解決してより良くしていこうっていうようなことです。
あともう一つ大事なところで言うと、公務員とか会社員とかフリーランス、学生みたいな、この市民の皆さんの所属や肩書きを超えて、みんながアイデアやスキルを持ち寄って手を動かしながら解決していくっていうようなことです。実際にですね、どんな事例があるか、このコードフォージャパンの公式キャラクターのシビタンがすごく分かりやすく説明してくれているので、こちらの動画をご覧ください。あ、音が入ってないですね。ちょっと待ってください。すいません。よいしょ。どうも、宇宙人のシビタンです。こっちはテックン。さて、ここからはシビックテックオタクの僕から、シビックテックの事例を紹介させてください。事例その1、新型コロナウイルス感染症対策サイト。2020年3月3日にリリースされた東京都コロナウイルス対策サイト。実はこれ、シビックテックの賜物なんです。最新の累計陽性者数をはじめとしたデータを公開するだけでなく、日本語以外の言葉でも読めるように工夫されていたり、多くの人が見やすいグラフの色使いになっていたりと、コロナ対策に役立つ幅広い情報をアクセスしやすくまとめています。国内外から約300人のシビックテッカーが開発に携わり、短期間で開発されました。そして東京都版をもとに約80地域の派生版コロナウイルス対策サイトが作られ、国内外に広がるムーブメントになりました。地域の暮らしを守りたいという志の数が大きなムーブメントを起こしたって、なんだか素敵な話ですね。事例その2、おうちで時間割。子どもがもっとおうちで楽しく勉強できて、先生とスムーズにコミュニケーションが取れる仕組みをシビックテックで作りました。学習計画表、時間割を簡単に作成共有できるようになったり、オンラインで学習教材や課題を生徒に共有することで勉強をサポートできたり、生徒と先生をつなぐ新しい教育のプラットフォームとして子どもと学校の成長を支えているんです。事例その3、札幌保育園マップ。子育て支援にもシビックテックは生かされているようです。待機児童数が問題になっている昨今、保育園に関する情報は散らばっていて、それらを集めるだけで一苦労であり、さらにそこから最適なものを選ぶことは非常に手間のかかる作業だったそうです。そこで同じような悩みを持つ有志が集まって、開園時間や機状況などの最新情報を見やすくまとめたこのマップを公開。子育ての負担を地域のみんなで軽減。子ども同士の絆もそうだけど、親同士の絆も大切なんですね。ここまで実際の事例を見てきましたが、シビックテックが活かせるところって町の至るところにあるのかもしれません。例えば、漫画を図書館に置きたいなんて意見があったとします。するとそこには、漫画のセリフの中で人生の教訓に出会うことがあります。子どもの学習に影響が出るのも心配。漫画を通して若い世代の人に伝えたいことがある。日本の文化に興味を持ったのは漫画がきっかけでした、といったように、立場によってさまざまな意見があるんですね。こうした議論の余地がある前向きな街づくりにシビックテックが役に立つんです。今まで人や街を守ってきてくれた多くのルールを、みんなの良くしたい変えたい気持ちを軸にして、もう一度時代に合わせて考え直してみよう。年齢、体、国籍、ライフスタイル、個々の違いを生かしながら、お互いを尊重し、公平で生きやすい世界を、まずは自分の周りから作っていこう。未来を良くするその種をシビックテックに持っていこう。伸びしろ、面白。コードフォージャパン。はい、こんな感じなシビタン の事例紹介だったり、他にも、シビックテックとはみたいな説明はこのコードフォージャパンの YouTube に載っているので、気になる方はぜひチェックしてみていただければなと思います。
ではですね、先ほど見ていただいた事例についていくつか共通項があるとすると、こちらのオープンソースソフトウェア OSS 開発をされているっていうようなことと、あとオープンデータを使うってことがシビックテックのプロジェクトだと多く出てくる特徴になります。こちらのオープンソースですね、 OSS に関してで言うと、ソースコードを商用か非商用なのか、目的は問わず利用とか修正とかみんなに配ることを許すことによって、作った自分たちだけでなく他の人も使えるようにシェアするというふうなイメージです。さっきの話で言うと、東京都の新型コロナ対策サイトがあって、他の都道府県でも使えるようになっているみたいな感じです。続いてオープンデータについては、機械が読み取れる形でデータを作ることによって二次利用ができるデータのことです。機械が読めたら何がいいのかっていうところで言うと、この人間が読むとですね、書いてあるものをまた書き直して読んで配ってみたいな形になるんですけど、機械が読めるようになると人の手間をかけずにデータを次に使うことができます。例えば身近なところで言うと、音楽ストリーミングサイトの Spotify ですね、皆さんも使われてるかなと思うんですけど、この Spotify で使われている曲名やアルバム名とか、まあ、カリフォルニアある非営利団体が提供しているオープンデータを使用しています。なので意外と身近なところにもオープンデータっていうのは使われていたりします。はい、じゃあ続いてですね、 Code for Japan についての説明をさせていただきます。 Code for Japan とはですね、日本でシビックテックの活動をやっているコミュニティの一つです。共に考え共に作る社会を目指して活動をしています。行政の依存から競争へというふうなところで言うと、この従来のようにですね、地域の課題に対する意見を行政に伝えて、あとは行政からのサービスの提供を待つのではなくって、行政もいろいろなニーズに対応していかなければならないって考えたときに、こう全部を行政に頼るんじゃなくって、この地域に住む市民と行政の方、みんなで一緒に変えていきたいところをアップデートしていけたらと思っております。またコミュニティ面で言うと、Code for Sapporoとか Code for Kanazawaだったり、国内にもですね、ブリゲード団体が80以上あります。またもともとアメリカが発端となった団体なので、アメリカはもちろん世界各国にもコミュニティがあります。では Code for Japan の取り組んでいる領域で言うと、コミュニティとしての活動と、GovTech と呼ばれる行政との橋渡しの活動と、メイクアワーシティというの街づくりのプラットフォームを作る活動を行っております。今日は簡単にコミュニティのどういう活動をやっているのかっていうような紹介なんですけれども、コミュニティイベントとしては今日まさに皆さんが来てくださっているシビックテックライブが一つです。テーマを決めてみんなと話したり、この意見を交換したりするイベントです。あとは毎月やっているソーシャルハックデーというものがあります。今月もですね、来週の土曜日、4月の22日にやるんですけれども、プロジェクト持ち込み型のハッカソンです。ソーシャルハックデーについては、みんなで手を動かして作って、社会に対してアプローチしていく機会に対して、このシビックテックライブは、シビックテックについて知る、考える仲間と出会うような場所になっております。続いて海外とのイベントで言うと、韓国と台湾のコミュニティの皆さんと一緒にハッカソンをするハックデーのようなイベントのフェイシングドーションというものがあります。実はこれですね、6月に韓国のチェジュ島で実際にやることになったので、また詳しい情報は後ほど説明させていただければなと思います。で続いて Code for All Summit といって、さまざまな国の活動について意見交換したり、ワークショップをしたりしてコミュニケーションを取っていくというようなものがあります。フェイシングドーションは国境を越えて一緒に手を動かして作ってみるイベントで、この Code for All Summit は事例共有しながら議論を深めて次のステップに進んでいくような場となっております。はい、じゃあ続いてですね、早速自分ごとプラネットについての説明に入りたいと思います。アッキーお願いします。はい。共有を。大丈夫そうですか？途中からですね。はい。カーボンフットプリント可視化アプリ自分ごとプラネットの説明に入りたいと思います。でまず、カーボンフットプリントとはというところなんですが、その前に、
気候変動を防ぐために世界の平均気温上昇を 1.5 度未満に抑えるということが国際的に認識されていますということを皆さんご存知でしょうか。日本では2030年度においてですね、2013年度から 46% 軽減、削減を目指して、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロの実現を目指すという目標が掲げられています。で、この目標達成には、2030年までに1人当たり約3トンですね、抑える必要があって、まあ現在は平均約7トンぐらい出ているので、結構削減しないといけないということが言われています。で、カーボンフットプリントとはというところなんですが、商品とかサービスの原材料の調達から生産、流通を経て、最後に廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクルを全体を通してですね、排出される温室効果ガスの排出量、CO2 に換算したものです。まあ、つまり自分たちが排出する CO2 を見える化することができるというふうになっています。で、日本のカーボンフットプリントの内訳を見るとですね、家計消費ですね、例えば住居とか移動食、消費財とかレジャー、サービスとかですね、っていうのが全体の約6割を占めている。で、この温室効果ガスの排出を実質ゼロにするためには、気候変動への影響を小さくする持続可能な脱炭素型ライフスタイルというものが求められています。で、過去の取り組みなんですけど、日本ではカーボンフットプリントプログラムというのが過去にありました。これは経産省ですね。経産省、経済産業省を中心に4省庁が合同で行うカーボンフットプリント制度の試行事業として、まあ、2009年度ですね。2009年に、指導していたプログラムで、2011年までの期間限定でカーボンフットプリントの申請を受け付けたりとか、条件に見合う企業に認証を与えるなどを行っていました。で、この CFP マークというのが一定基準で商品につけられたりとか、っていうふうに対応、取り組みが行われていました。で、他の取り組みとしては、脱炭素地域づくり支援というところで、まあ、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするっていう目標を達成するために、まあ、国とかですね、に地方脱炭素実現会議というのが設置されていて、まあ、地方自治体とか、企業、金融機関とかが中心になって、地域の特性に応じた脱炭素の取り組みを環境省を中心に、国も積極的に支援をしています。で、地域脱炭素では、地域における再生エネルギーの導入拡大に重点を置いて、地域の雇用とか資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用する仕組みが求められています。で、2025年までに少なくとも100カ所の脱炭素地域を作るということで、まあ、2021年に策定された地域脱炭素ロードマップでは、まあ、2025年までに100カ所脱炭素先行地域を作るという目標が行われていて、まあ、意欲とか実現可能性が高いところからその他の地域に広がる、まあ、実行の脱炭素ドミノというのを起こして2050年を待たず、多くの地域で達成するのが目的になっています。で、これは結構最近の取り組みなんですが、環境省の新たな取り組みとしては、脱炭素ライフスタイルの実現に向けた国民の行動変容を促進するというふうに、打ち出していて、まあ、脱炭素という用語はやっと浸透してきたかなという一方で、具体的な行動に結びついていないという状況ですね、があるので、まあ、それを変えるために、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動っていうのを、推進しております。で、まあ、衣食住にわたる国民の将来の暮らしの全体像とかですね、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの10年後っていうのをこういう絵で紹介して、具体的なアクションを提案してたりとか。まあ、運動の内容としては、テレワークとかですね、暮らし方での後押し。あとで、脱炭素につながる新たな暮らしを支える製品とかサービスの提供ですね。まあ、インセンティブとか効果的な情報発信で行動変容を後押しして、独自の暮らしの提案につながるように持って、推進をしているということですね。はい。で、ここからは口にお願いします。はい、ありがとうございます。ここからは僕が自分ごとプラネットについてお話しさせていただけたらと思います。自分ごとプラネットとは何かって話なんですけど、まあ、一言で言うと、自身が排出しているカーボンフットプリント
の量を可視化できるアプリになっております。昨年の夏に国立環境研究所さんとともにコードフォージャパンが共同開発をしてリリースを行いました。日本のデータに基づいた独自のアルゴリズムを国立環境研究所さんからと協力して用いているため、その日本のライフスタイルに合わせた具体的な提案が可能になっております。また計算アルゴリズムに関してはオープンソースで公開もしているので、また何か質問等であればいただけたらと思います。左の画面見ていただけたら分かる、画像いた 見ていただけたら分かるんですけど、今4つの項目があって、今クエスチョンマークなんですが、質問に回答していただくとそこに自身のカーボンフットプリントの排出量が表示されるという形になっております。で、具体的にアプリでできることなんですけど、自分ごとプラネットでは食、移動、あと住居、あと物とサービスの4つの項目に対して各項目に対して10問以下の設問を用意しております。ユーザーはそれに答えることによって自身の1年間のですね、カーボンフットプリントの排出量を見ることができます。で、プラスして日本との平均とも比較できるので、はい、自分がどれくらい他の人と比べて排出しているのかどうかっていうのが把握できるようになっております。で、それだけ、結果見るだけではなくて、じゃあどうしたら削減できるのか、自分の排出しているカーボンフットプリントの量をどうやったら削減できるのかっていう具体的なアクションまで掲示するようなサービスになっております。このサービスの特徴なんですけど、冒頭にもお話した通り、日本のライフスタイルに合わせて開発しております。個人のカーボンフットプリントを計測するサービス自体は、海外でも実用化されているのですが、なかなか日本のライフスタイルに合わせたものがなくて、今回開発に至っております。また開発体制の話なんですけど、総勢20名以上の方に参画していただいて、オープンソース開発で進めてきました。2021年の秋ごろですね、プロジェクトが始まったのですが、そこからソーシャルハックデー、先ほどくぼっちからお話があったソーシャルハックデーというイベントの中で、どんどん開発者だったり、デザイナーの人だったり、アイディアの参加も含めてですけど、いろんな方々が参画していただいて、リリースまで至ることができました。公開後の話なんですけど、メディア掲載などもあり、多くの方がサイトを訪問して利用していただいております。全体の利用回数が3月の末時点なんですけど、4000件以上利用していただいて、その中で先ほど話した4項目ですね、そこのすべての各質問を回答していただいたのが全体の 45% というかなり高いのかなという数字をいただいております。これは利用者のグラフなんですけど、やや男性が多いかなって感じなんですが、年代においても割とすごい突出したも、突出したっていうよりかは全体的に利用していただいていて、比較的多いのが10代だったり、40代、50代の方が多く利用していただいております。デバイスと地域についてなんですけど、スマートフォンですね。スマートフォンから利用していただいている方がちょっと若干多いのかなと思いつつも、デスクトップ、PC からもどんどん回答していただいていております。地域についてですが、関東がちょっとずば抜けて多いですね。関東の方、ありがとうございます。サービスの1人当たりの平均利用時間についてなんですけど、平均エンゲージメント、そのサービス、僕らのサイトを閲覧して利用していただいた方々 が滞在して時間が平均で4分以上ご利用いただいてます。また、先ほど説問の話をしてたんですけど、説問した結果、自分の排出量を見れるページがあるんですが、そこの滞在時間が平均1分近くと
まあ、他のページより長く滞在していただいて、まあ、来ているユーザーの方々がなんかすごくその自分自身のカーボンフットプリントの量に意識的削減に対して意識的意欲的なのかなと思います。続いて開発要件なんですけど、もともとは国立環境研究所さんの中で使われてた Excel シートのアルゴリズムが元でした。この Excel シートの中 のコードを読み込んで、落とし込んで、今回サービスとして落とし込んでおります。でそれで、先ほど、20名以上参加いただいたってことなんですけど、少ない人数でも効率よく開発を行えるように、フロントエンド、バックエンドともに、JavaScript を採用してアンプリファイ AWS のサービスの一つですね。で、ホスティングするような構成で検討を最初はしておりました。続いて今回のサービスで利用した技術についてなんですけど、フロントエンドは Next.js っていう、React、下にある React のライブラリーの一つを使っております。ちょっとステート管理にリコイルだったり、UI の構築にチャクラ UI というライブラリを採用させていただきました。バックエンドについて、アッキーお願いできますか。はい。バックエンドは、先ほども言った通り、AWS Amplify というのを使っていて、DynamoDB と Lambda で、中身は Node.js で、みたいなサーバーレスの環境で構築をしていました。で、現在は AWS の CDK の方に、こうしております。はい。簡単なシステム構成です。本当に簡単な、システム構成になっていて、フロントはバーセルで現在ホスティングをしていて、そこで Next.js ですね、React が動いているという構成になっていて、バックエンドに関しては API ゲートウェイを通して Lambda の方にアクセスしていただいて、で、データ自体は DynamoDB に入っているものを取ってきて、ラムダで加工して、フロントに返してあげるというシンプルな構成になっています。冒頭、ちょっと、AWS のアンプリファイを採用したという話なんですけど、もともとそこで管理するような構成にはなってたのですが、フロントエンド、バックエンドともに、多少問題がありまして、構成を変える形になりました。Next.js という、フロントエンドのライブラリを使ってたのですが、Next.js 特有の機能が一部、当時はアンプリファイ上で動かが対応してなかったり、対応するのに複雑だったりしていたので、こういう機能を使うのであれば、ちょっとやめようかという話になってました。Next の元のバーセルというホスティングサービスがあるんですけど、そっちを使った方が Next のバージョンアップも対応できていいのかなと思い、フロントエンド側は判断しております。ちょっとバックエンドについてお願いします。はい。バックエンドも当初はアンプリファイバックエンドというところで、ラムダが動いていた、アンプリファイからラムダを構築してみたいな状態になっていたんですが、現在は AWS の CDK での管理に変わっております。で、理由としては、アンプリファイで自動生成されるファイルの管理の問題っていうのが一点ありまして、大量のファイルがアンプリファイ側で生成されていて、アンプリファイで動かす以上そのファイルたちの管理が必要だったというところで、僕らが実際コードを書くとか、新しい方に入っていただくってなった時に、複雑なファイルの管理、問題が起きていたというところですね。で、独特なファイル構造というところで、アンプリファイでラムダを管理しようとすると、それでディレクトリをどんどん切っていって、みたいな風になっていて、かなり複雑な、ファイル構造になっていて、先ほども言った通り、新しい方に入っていただくとか、あまりアンプリファイ使ってないよという人が入ってくるときには、とっつきにくいというか、触りにくい構成になっていたので、これも、原因問題ですね。で、環境変数の問題というところで、ラムダに環境変数を渡す場合にですね、アンプリファイの場合は、コード上に環境変数を書かないといけないっていうふうになっていたんですが、当初は開発環境、ステージング、プロダクションと3環境を動かしていたんですが、そうなった場合に環境変数の、コードに書ける数に制限がありまして、その
制限に引っかかるので、いちいち書き換えて、デプロイを叩いたりっていう風にしないといけなかったので、こういった問題があったので、AWS の CDK というところに移行して、ピュアな AWS 環境の構築っていう風に移行しました。はい。今後の展開ですね。はい。今後、認証機能とか機能拡充どんどんやっていきたいなと思っていて、現在、自分ごとプラネットを触っていただいた方はわかるかなと思うんですが、特にユーザー登録とログインとかですね、そういった機能がない形になっています。まあ、これも当初必要じゃないかみたいな議論は結構あったんですが、まあ、初めはシンプルな形でリリースしようというところで、これらの機能を省いていたんですが、ここに書いている通りですね、過去の記録の閲覧とかですね、まあ、何度もユーザーに戻ってきていただいて、この自分ごとプラネットを使っていただくっていうふうにするには、やっぱりユーザー登録とかログイン機能あった方がいいねっていう話になっております。で、現在はクッキー利用して過去の自分の記録を閲覧するとか、そういった仕様は実は入ってるんですが、まあ、これも、クッキーですので、ユーザーに、管理がいってしまっているというところで、必ずしも動くということが保証されていない機能になっていますと。例えば、まあ、1年前と比較してどれくらい減ったのかとかが見れると、まあ、使い続けてもらうモチベーションになったりとか、僕らが推進するようなカーボンフットプリントをちゃんと意識した生活ですね。にしていくには、やっぱり継続的な計測が必要なんじゃないかなというところで、モチベーションにつながるかなというところですね。あとはリファクタリングですね。これはフロントもバックエンドも言える話なんですが、まあ、どうしても、初めは Excel であったもの、マクロで書かれていたものを落としたコードになっているというところで、まあ、あまり効率化できていないとか、結構少ない期間で、短い期間ですね、開発をやっているので、急いで実装しちゃってる部分とか、まあ、そういった部分が結構あるので、速度の問題とかですね。まあ、そういったところもどんどん検討していけるかなと思っております。で、持続可能な社会づくりに向けてというところで、脱炭素型ライフスタイルを後押しする仕組みづくりをどんどんやっていきたいなと思ってます。自分ごとプラネットは営利目的での利用も含めて許諾される MIT のライセンスになっているので、ソースコード公開提供しております。なので、今後、様々な企業ですね、団体とか、スマートメーター、IoT 家電との連携とか、家計簿アプリとかの連携、ゲーミフィケーション、コードインサイトを統合したスマホアプリの開発とか、まあ、いろんなところで、本プラットフォームを起点とした様々な活用というのが期待されています。なので、API とか、追加機能を実装したりとか、自分ごとプラネットを軸としてカーボンフットプリントのエコシステムをどんどん作っていきたいなと思っています。まあ、同時にですね、自治体とか地域でのワークショップとかも開催して、市民の行動変容を生み出す試みとかもやっていければいいかなと思っております。はい。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ早速、このまま質疑応答の方にも移れればなと思うんですが、もし参加者の皆さんで質問、こうあれば何でも聞いていただき、もちろんチャットでも大丈夫ですので、声出すの難しければチャットでもぜひぜひお願いします。自分ごとプラネットについてでも大丈夫ですし、コードフォージャパンについてでも何か。ありがとうございます。ともひろさんですかね、お願いします。あ、すみません、ありがとうございます。はい、最後のところで、自分ごとプラネットがもう、ライセンスで公開提供されているといったことなんですけども、ローンチしたのが22年の8月だったかな。なので結構な時が経ってますが、実際にもこれを使って自治体の方で、ワークショップの経験がありますとか、コード変容のためにこんなことしましたみたいなのって、なんか実例あったりするたら教えていただきたいです。はい。いろいろお話は、方法から問い合わせ等が来ていて、はい。で一緒にやりたいですね、みたいな話は結構あるんですけど、まあ、具体的なワークショップとか、まあ、連携とかっていうところにはまだ落ちていけてないかなというところがあって、まあ、そうですね、結構、まあ、僕ら国立環境研究所さんとやらせてもらってるので、データの整合性とか、まあ、そういったところは、ちゃんと担保、根拠として担保できるかなとはあるんですが、まあ、地域の方で、まあ、実際カーボンフットプリント、まあ、国が打ち出してるからこれをやらないといけないっていうので問い合わせいただくんですけど、はい、結構じゃあ何をしたらいいんだろうみたいなところに
詰まってしまう部分があって、そういったところをまた僕らもうまいことを提案ができていないっていう問題もあったりして、具体的なところにまだ落ちていけてないっていう状態になってます。ただ問い合わせは結構来ているので、今後、まあ、そういったこともどんどんやっていけるかなとは思っています。ありがとうございます。いや、 やっぱり受ける側のっていうか、やりたいんだけどどうすればいいか分かりませんっていうあるあるなんですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。何かぜひ他にもご質問ありましたらお願いします。あ、さすがさんですかね。お願いします。はい、お話ありがとうございました。ちょっと2点ほどお伺いしたいんですけど、まず1点目が、こういう今回のプロジェクトですとか、他のシビックテック の、こういうプロジェクトみたいになった時の、その開発期間みたいなものって、どうやってこう決められてるのかなっていうところ、特にその委託を受けてやってるプロジェクトとかじゃないと思うので、どういうふうに決められてるのかなっていうところをお伺いしたいのと、2点目が、後々こう認証機能をつけていくみたいなところをおっしゃっていたと思うんですけど、なんか、この過去のものを参照するってなった時は確かにそうだなと思った一方で、なんか最初に来た人が、すごいログインとかがない方が使いやすいんじゃないかなみたいなのも一方で思ったので、その辺ってどうなのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなっていうところです。はい、じゃあまず1点目の方からですね。開発期間とかに関しては正直あまり決まってないプロジェクトがやっぱり多くて、まあ、途中中だるみして結構長いこと開発期間だらだら続いたりとかは、まあ、実際あるあるの話なんですけど、まあ、僕らのプロジェクト、まあ、自分ごとプラネットにおいては、結構ソーシャルハックデーにその国関係の方が積極的に参加をしてくれていて、まあ、月一進捗確認みたいな感じですね。で、回していくような形になっていたので、そういう意味では、まあ、1ヶ月でちゃんと成果を出して、ちょっとずつでも進捗を作っていくっていう風にやっていたかなという形は感じですかね。あんまりその明確ないついつ出しましょうとかがあったわけではないし、それも設定を特にしてなかったと思いますね。はい。ありがとうございます。認証の話なんですけど、おっしゃられてる通りで、当初その認証積まなかった理由はそこなんですよね。あまりその、まあ、結構多分、なんて言うんでしょう。アンテナの鋭い方というか、環境問題にちゃんと、まあ、アンテナを張ってる方とかが利用してくれるとは思う一方で、やっぱライトなユーザーとかにもちゃんと知っていってもらわないといけない。ちょっと見かけたから使ってみようかなっていう方に使っていただくときに、やっぱ認証があると、使いづらいよね。登録めんどくさいよねっていう問題があったんで、初めつまなかったんですけど、まあ、結構見てると、なんて言うんでしょう、継続的に使っていただくというか、まあ、たまに戻ってきてくれてそうなデータとかもあったので、まあ、そういう意味では、まあ、やっぱそういう機能の需要もあるのかなというところで、認証フローをどこに入れるかっていうのは、まあ、当然計測した後に入れるとか、最初に入れるとか、いろんな形があると思うんですが、そういったところもいろいろ今検討している最中です。はい。なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今チャットにですね、ななこさんから質問があるところなんですけれども、ソーシャルハックデーに参加したいなと考えています。企画は結構しっかりと考えていく必要があるのでしょうか。また、当日はどのように進んでいくのかイメージが湧かないので、教えていただけますでしょうかっていうところで、ちょっとこちらは私から説明できればなと思うんですけれども、すみません、ソーシャルハックデーについて詳しく説明せず、すごく簡単なだけだったんですけれども、まず、ソーシャルハックデー、今年度からですね、対面とオンラインのハイブリッドである月と、完全オンラインの月っていうのを交互にやっていまして、偶数月をオンラインのみ、で、奇数月を、対面とオンラインのハイブリッドっていうような形でやっております。なので今月はですね、偶数月なのでオンラインでやる予定でして、しっかりとしたプロジェクトを持ち込むかっていうようなところで言うと、
もともと何か取り組んでいるプロジェクトがありましたら、プロジェクトオーナーとしてプロジェクトを登録いただけると、参加者の方がそこに興味がある方がどんどん集まってくれるというような形で、もし何か特に今やっているプロジェクトがない場合は、もともとこのソーシャルハックデーに登録いただいているプロジェクトに参考いただくというような形になります。例えばで言うと、今、今月のものがちょっとまだプロジェクト数は少ないんですけれども、こんな感じで今2つ参加プロジェクトが登録してあるような形で、自分ごとプラネットと、あとハックデイズっていうようなプロジェクトがあります。当日もう少しの数は増えるかなと思うので、その特にプロジェクト持ち込みがない場合は、自分の興味あるプロジェクトに参加していただくっていうような感じです。当日の進め方は今月はオンラインでやりますので、最初にこのプロジェクトの紹介をしていただいて、その後ブレイクアウトルームに分かれて、それぞれいろんな作業をしていただくっていうふうな流れになります。こちら詳細はスラックの方で流していますので、また最後にスラックとかの情報をお知らせしますので、ぜひスラックご登録いただければと思います。はい、こんな感じで、もし何か他にも聞きたいところあれば、ぜひぜひ教えていただければと思います。はい、その他何かありましたら、チャットでもそのままお話しいただくでも大丈夫ですが、どうでしょうか。あと1、2問くらいはお答えできるかなと思うんですが。ありがとうございます。ソーシャルハックデーに持ち込む企画は、社会課題や環境問題関連に限定されてますかとのことで、特にこれをやらなければいけないっていうのは限定はないんですけれども、本当様々なプロジェクトがありまして、環境問題だったり、前回やったプロジェクトで言うと、避妊薬について避妊薬をもらえる薬局がすごく限られているので、それを内情で簡単に検索ができるようにするっていう風なものをやったりですとか、あとは猫逃げっていうのがありまして、避難所を、ペットを持ち込み可能の避難所を分かりやすくマップ上で表しているみたいなのもあるので、基本的に社会課題を解決できるようなものっていうのはあるんですけれども、そこまで必ずこれをやらなきゃいけないみたいなテーマはないので、自由に、はい、参加いただければなと思います。また先ほどのノーションにですね、これまで今登録してあるプロジェクトの一覧みたいなのもありますので、ぜひノーションの登録もいただければ、リクエストいただければこちら承認いたしますのでお願いします。ありがとうございます。はい、特に他なければこのままクロージングの方に移りたいと思うんですが、大丈夫そうですかね。では、はい、ではこのまま最後クロージングに移りたいと思います。はい、先ほども簡単に説明したんですけれども、スラックにてですね、各種案内を送りをしております。今、チャットの方にですね、こちらリンクをお送りしますので、この今、Code for Japan のサイトのリンクをお送りしたんですけれども、ここにどうやったら登録できるかみたいな詳しい情報がありますので、ぜひぜひご登録いただければなと思います。でこの Slack でですね、どんな情報をイベントを流しているかっていうと、ちょっと簡単に告知なんですけれども、先ほどからお話をさせていただいております。ソーシャルハックでですね、今月22日にあります。また今月はですね、ちょっと特別なコラボ編として、ちょうど22日がアースデーというようなこともあって、アーサストンですごく言いづらいんですけれども、アメリカのコードフォールとデモクラシーラボっていうふうなアメリカの団体とコラボをして一緒にやる、ものとなっております。なので英語を、英語話者の方もぜひ参加してほしいみたいなプロジェクトがありましたら、ぜひ、登録していただければ、英語話者の方も一緒にできるというような感じです。続いて一番最初の方に説明しましたフィッシングでオーションのお知らせです。今回ですね、6月の9日から11日に、韓国のチェジュ島でやることになりました。もともとですね、Code for Koreaとガブゼロという台湾の団体とはかなり、いろんな交流はしていまして、ただ、コロナ期間中はなかなか対面でのイベントができなかったんですけれども、3年ぶりに、ようやくみんなで集まって実際に、ハッカソンできるイベントをやります。こちらですね、また、登録、参加の方法だったりとかはスラックで流しているんですけれども、やっぱり急に何もハッカソンのイベント経験がなく、
パンとここに参加するのはハードルが高くなっちゃうかなと思うので、もしご興味ある方がいましたら、最初に今月のハックデーとかに来ていただいて、どんな風かなっていうのを実際感じてもらってから、こちらご参加いただけると嬉しいです。はい、最後になりましたが、アンケートにぜひご回答いただければなと思います。3分くらいの短いアンケートですので、こちら今リンクもお送りしますので、ぜひズームを開始する前にご回答いただければと思います。よいしょ。はい、今アンケートリンクをお送りします。最後にですね、こちら Twitter、Facebook、やっとSlackでいろいろ情報流していますので、ぜひこちらのフォローもお願いします。ですね、はい、一旦以上で今回のシビックテックライブを終わりにしたいと思います。皆さんご参加いただきありがとうございました。またぜひ次のイベントでお会いできることをとても楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ぜひハックデーでお待ちしております。ありがとうございました。このまま右下の、退出ボタンからご退出いただいて大丈夫です。ありがとうございます。